こんばんは、キッチンスタジオ10位の木野恵子です。毎日晩ご飯、今日はですね、お花火弁当をやりたいと思います。と言いますのは、今日ね、ちょっと朝というか昼間にお花火弁当を頼まれて作ったんですね。で、発注いただきまして作ったんですけれども、でね、うちの分も一緒に作りました。なのでほとんどできてるんですけれども、盛り付けをね、ちょっとご紹介していきたいと思います。あとそれぞれのね、お料理を簡単に説明していきたいと思います。はい、ではですね、弁当はお重箱にね、詰めたんですけれども、夕飯ね、2人分なので、こうやってお盆にね、乗せたいと思います。このお盆ね、大体お花見の時期かなにしか出ませんけどね。はい、じゃあまずはですね、何日か前にこちらでもご紹介した大根と金柑、これがね、結構とか相当美味しかったんで、彩りも綺麗なんでね、これを作りました。大根と金柑の塩麹漬けですね。であとはね、ちょっと春らしいものとかお弁当に持っていけるようなものにしたんですけれども、とね、これがですね、豆乳白ごま豆腐ですね。これね、うちのレッスンでもやったんですけれども、ね、ちょっとくず粉ではなくて片栗粉を使ってるんですが、簡単にできるので、これを一緒に作っておきました。これは一人一つずつ、ね、上にちょっとわさびをね、天盛りしたいと思います。とりあえず置いときます。ね。たらね、じゃあここに作っていきたいのが、こちらにもう茹でてあるんですけど、これね、菜花ですね。菜花。で、菜の花っていうのも売ってますけれども、実はね、菜の花科の菜の花科でいいの、油中か、油中の葉っぱのお花は全部菜の花なんですね。なので白菜からも菜の花咲くし、ルッコラでもあるし、もういろんなね、葉っぱの小松菜でもあるしね、菜の花です。で、これは柿菜の菜の花って書いてありました。最近農家さんのだとね、何の菜の花って、ね、何とか葉の菜の花って書いてますね。で、いわゆるね、こうギュッとして、スーパーでギュッて売ってるやつは白菜だったかな、だった気がしますけれどもね、実は昔から菜の花って食べてたのは白菜のお花らしい。確かね、ちょっと違ってたらごめんなさい。はい、じゃあね、菜の花を柿菜なので、これね、細めですね、茎が細め、で、塩茹でしてるので、これをちょっとね、お花のところ綺麗にね、見せて、黄色くはなってないんですが、ちょっと茎をね、下に引いちゃおうかな、ね、添えます。茎の部分ちょっと底上げに してお花添えます。はい、でね、これはもうね、私お花見弁当大定番なんですけど、ホタルイカです。ね、ホタルイカ時期なので、どうしても食べたいなと思って、でホタルイカはですね、魚の骨抜きで軟骨抜きます。まず軟骨と目をね、抜いてあげる。そうするとね、口に触る部分がなくてすごく食べやすいので、ね、ぜひ、今はね、ホタルイカのパスタとかね、洋風にも使う方いらっしゃると思うんですけど、この処理してあげるとだいぶ違います。和食屋さんではね、してないところもあるのかな。イタリアンとかではね、絶対しますね。ちょっとね、取り方今日は割愛しちゃいますが、ね、結構私取るの好きですね。ちっちゃいからね、手間ではあるんですけれども、結構楽しいです。はい、でこちらはね、酢味噌ね、今日は柚子味噌ね、ちょっともりもりですけど、生なんで食べちゃわないといけないんでね、生というか、まあ茹でですけどね、ちょっともう今日中に食べちゃいたいので、もりもりでしたが持って、で柚子味噌をね、作ったので、白味噌と柚子汁とお砂糖でね、練ったもの、それをね、ここにかけたいと思います。はい、そしてあとね、私なぜか花火の定番で、皆さんね、花豆ってご存知ですかね。紫花豆って言って、こんなね、大きなお豆があるんですけど、これの甘煮をね、なんか定番でよく作るんですよ。で、初め作った時に、なんかちょっと箸休みで甘いの欲しいなと思って作ってみたら、でそんなにね、これ受けないと思ったら、意外と好きな人が多くて、とっても受けがいいので毎年作っております。ちょっとこれ入れ物に入れたいと思います。はい、じゃあね、これもちょっとお揃いの入れ物に入れたいと思います。結
構ねお盆に盛るときねどうしても直で置くとちょっと汁とか出ちゃうのでね、それで入れ物に入れた方が立体感が出ていいかなと思うんですけれども、こういうねお揃いのなんか透明なものとかあればね、そういうので入れてあげると統一感出ていいですね。はい。であとですね、こちらなんですけどちょっと作りかけてはいるんですが、もう一回ちょっと大きいところで作ろう。あのね、ふきのとう味噌っていうのがふきのとう味噌ですけれどもを作ってあって、それをね私定番では生麩、よもぎの生麩とか泡麩とかを焼いてそこに塗ってお出ししたりするんですけど、今日ちょっと生麩が手に入らなくて、でねちょっとどうしようかなって悩んだ結果、それとまた別にね新じゃがとそら豆をね使いたいなと思って新じゃが買ってあったんですね。で新じゃがを蒸して、でどうしようかなと思った時にこれをふきのとう味噌であえてみたんですよ。すごい大ヒットでした。美味しかったです。はい、じゃあふきのとう味噌はね作り置きもできてこんな風に作ってあるんですけれども、ご飯に直接のっけて食べてもいいし、お豆腐とか、厚揚げとか、ね、生麩にかけてもつけてもいいし、であとはお肉お魚焼いてねそこにこうつけて食べてもいいしっていう風に生徒さんにもご案内してたんですけど、この間レッスンでやりましてなんですけど、このね新じゃがと和えるのがもう大ヒットで、確かにね言われてみればじゃがいもの味噌和えみたいのもあるからなるほどなんですけどね、簡単で美味しくてなんかびっくりしましたね。なのでこれはちょっと新じゃが大ぶりになのでちょっと大きいところに盛りたいと思います。ね、じゃがいも甘いからね、このちょっとねほろ苦い味噌とねすごい相性良かった。で彩りがねちょっとこれ暗くなるので、ここにね綺麗に茹だったそら豆ですね。あっとっとっと、そら豆がね綺麗なのでこれをトッピング、トッピングします。今日のそら豆ねすごい剥いてみたら小粒で可愛いんですよね。こういうねおしゃれな時にはぴったりな大きさでしたね。ほら綺麗かな、こんな感じね、うん、であとはちょっと季節感はないんですが、ちょっと、ね、華やかさを出す時に私がよく使う手なんですけど簡単美味しいちっちゃいモッツァレラね、モッツァレラチーズ、そしてここにあるカラートマトですね。これ簡単で華やかでぴったり。カラートマト洗ってヘタ取ったら刺す、そしてモッツァレラ刺す、これで OK ですね。超簡単で、ポイントは、まあ、できればカラートマトね、いろんな色あると綺麗だし、まあなければ赤だけで一色でもいいんですけれども、例えばねこうやってトマトをモッツァレラで刺しますよね。今日ね、あ、6個あるんだ、6個あった、トマトモッツァレラ刺すでしょ。そしたら次はモッツァレラトマトっていう風に逆にしてあげる。そうすると盛った時にもこう同じ方向ばっかり見てると、例えばこればっかにしちゃうと上から見えるのはトマトだけになっちゃうのね。でも両方にしとくと白が見えるところもありトマトが見えるところもありでね、綺麗なのでね、もうすごいちょっとしたことなんですけどこれおすすめです。はい、で今日はねグリーンとかもあったんでグリーンも綺麗なんでね刺していきたいと思います。でこれは味がついてないので、私5個かと思ったら6個あったんでもう一つトマト用意しますけど、ちょっと後でね、ここにねちょっと塩してあげます。ちょっとね美味しい塩をでもしてあげましょうか。モッツァレラに向けてねちょっと塩してあげます。であとはなんだっけ、カプレーゼとかだとオリーブオイルなんですけど、お弁当に詰めるときはオリーブオイルしちゃうとね汚れますのでね、これでいいと思います。でこれでねちょっとこうやって置いてあげると、まあ、沈みがちなね色合いのところにもすごく華やかにパッとパッと華やかになってくれるのでおすすめです。はい、じゃあね、
はい、ではね、続いてはこれは桜おこわです。桜の今日はね、花びらじゃなくてごめんなさい、葉っぱをね、ちょっともち米 と白米混ぜたものに混ぜ炊き込んでみましたね。それをちょっとね、もちもちしてます、そんなわけで。で、黒米を入れてちょっとね、ピンクっぽくもしてるんですけれどもね、ちょっとね、もち米入ってるんでもちっとしてます。で、それをね、ちょっと今俵型に丸めていきますね。で、上に桜のお花のね、塩漬けをちょっとあしらいたいと思います。はい、そしたらね、こんな感じで俵にできたので、この上にこちら桜のお花の塩漬けですね、お水にちょっとつけておきますね。で、これをちょっと水気を絞って、この上にトッピングですね。で、今日ご飯の方には色付けは着色はしてなくて、黒米をね、ちょっと少しだけ入れて、ほんのりピンクっぽくはなってるんですかね、ちょっと紫かなになってるんですけど、ここにね、食紅とか入れてピンクにしてもらってもいいんですが、ちょっとね、上にこのお花を乗っけることによってちょっとピンクっぽく見えますね。うん、なのでこれでもいいのかなと思います。ね、これは私は製菓用のお店で買ってるんですけど、桜の花ね。でも桃屋からね、瓶詰めとかでも出てますね、そういうのもありますね、製品でね、普通のスーパーでも買えると思います。こんな感じですね、ちょっと綺麗ですよね。はい、じゃあね、今ね、ここに揚げ物を揚げてきたので、はい、こちらがね、うちの定番のエビの春巻きです。これね、冷めてもね、結構美味しいので、お弁当によく入れるんですけど、やっぱり熱々はね、最高ですね。ちょっとね、こう大葉とか大葉、エビ、海苔、チーズが入ってるんですけどね、大葉とかエビが透けてね、綺麗ですね。で、これはもうね、お弁当定番の鶏からなんですけど、これは塩麹で漬けることによって時間が経ってもジューシーね、すごく柔らかく揚がってます。こんな感じかな、あまりもりもりでもね。でね、揚げ物はちょっと色が沈みがちなのでね、ちょっとこの可愛いやつ、これそうめんみたいな感じですね。お花になっていて、高温の油で揚げるとね、ちょっと綺麗に花開くっていうものなんですけれども、鶏から食べたいけど別物にしよう、うん、はい。ちょっとこれ正面ね、こっちが正面になりますけれども、できました。あとでね、完成品取りますね。はい、では今日はこんな感じですね、こちらご飯と揚げ物ですね。で、こちらが先ほど盛った、おつまみというかね、おかずになります。こんな感じでいただきたいと思います。お庭からね、結構桜遠目にね、見えるんで、見ながらいただきたいと思います。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。この動画が役に立ったなと思われた方は、グッドボタンを押してくださると嬉しいです。また毎日悩みがちな献立のヒントを朝、公式 LINE にて配信しております。キッチンスタジオ10家木野恵子の公式 LINE はこちらからご登録できます。まだ登録されてない方はぜひご登録ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。